こんにちは、ひろゆきジェットです。今日は、特別快速黒崎行きの西鉄バス乗ってます。砂津バスセンターから乗りまして、このバスはですね、なんと小倉駅のバスセンターには寄らないんですよね。なので、僕は最初黒崎方面に行こうと思いまして、小倉駅バスセンターから乗ろうと思ったんですけど、本数が少ないので一度砂津に行きました。すると本数がありまして、今がですね、これ井筒屋前なんですよ。北九州のデパートです。ここからたくさん乗車がありました。
ご注意ください。私が秋田県の
黒崎バスセンターに着きます。あ、鹿児島本線、うわ、小倉駅が入ってますね今。はい、黒崎駅に到着しました。西鉄バスセンターの黒崎です。ここからはですね、筑豊電鉄、この前乗った筑豊電鉄の列車だったりですね、JR の黒崎駅なんで特急ソニックも止まります。まあ、ちょうど筑豊野方駅が今から出るみたいですね。今日はちょっと乗らないですけどね。するものがない、確認。はい、せん、ありがとうございました。はい、どうも、ワークナーの概要を教えてください。はい、どうもありがとうございました。5番乗り場着きました。はい、はい、黒崎駅に着きました。次はここからは福岡方面に行けるのか、ひろゆき Z でした。